ソープランドが密集する福原柳筋。福原は古くは平の清盛を中心とした平氏政権の福原系で知られる地名である。平安時代には現在の兵庫県神戸市兵庫区、荒田町、平野町から神戸市中央区中山手通りにかけての地域を中心として福原層が存在し、荘園の中に福原系が置かれていた。平氏の滅亡後、 松園は鎌倉幕府が没収した。現在は兵庫県神戸市兵庫区福原町という地名があるが、福原町は明治以降につけられた地名で、福原系とは直接の関係はない。福原遊郭は東京の新吉原、京都の島原と共に三原、三原と並び称され、遊郭の廃止後はソープランドなどの風俗店が密集する風俗街として有名になる。 この項目では、後日の福原町について記述する。1858年に日米修好通商条約が締結された後、兵庫の市街地と神戸の外国人居留地周辺の有力者たちは現地に劇場や遊郭を設置しようと、相次いで許可を求めた。そして1868年2月19日、明治政府から遊郭の設置が許可される。遊郭の位置は、 巨留地と兵庫の外区の双方から外れた地点にある、宇治川の川口付近右岸に定められ、同年3月1日に工事が開始された。1868年5月に遊郭は開業し、福原系にちなんで、福原遊郭と命名された。開業後に、新たな議論が増築され、東京の新吉原同様に事務所が設置されて、車内の整備が進められる。 1870年6月に大阪、神戸間を結ぶ鉄道敷設に伴い駅舎の用地として指定された地区には福原遊郭が含まれていたため1871年5月にすべての議論が旧港川堤の東の新福原に移転した最初新福原と呼ばれていた町はやがて福原町と呼ばれるようになっていった移転当時の新福原には40件の議論が 存在していた。1872年に、芸奨議会法令が出された時には、新福元も陰りを見せたが、翌年に、貸し座敷としての営業が認められ、遊郭は存続する。1873年、県は市障を駆逐するために、兵庫、神戸における議論の営業制限を撤廃し、市街地での貸し座敷の営業の自由を認める、参照政策を実施する、三宮、 堺町、元町などには多くの議論が現れ、客が流出した新福元の貸し座敷は7県にまで減少した。その後、貸し席、将棋、芸技の営業に規制が加えられ、県は参照政策を一箇所に将棋を集める、州、省に転換する。1878年に新規の貸し席の開業は福原に限定され、市街地の貸し席、 将棋は福原に集められた。1896年の台風で港川が決壊した時、福原も被害を受けた。1897年当時の福原は106件の貸し席913人の将棋を抱えていた。さらに狂わないと周辺には多くの飲食店や喫茶店が立ち並び、隣接する港川新海地とともに一大観楽街を形成した。福原は、 近隣の花熊と共に花町として繁栄し、一方で江戸時代からの花町である柳原は衰退していく。1906年の火事で車の半分が消失したものの後継機の影響を受けて栄え続け、1920年には約2200人の芸小技が遊郭に身を置いていた。昭和初期には議論に洋風の建築様式、ネオンサインが取り入れられるようになった。 1930年の全国遊郭案内には、当時の福原は95件の議論に1320人の将棋が行ったことが記されている。1932年に神戸また新日報が実施した観光名所の人気投票、大神戸新八景では、花町の部門で福原が1位に選出される。第二次世界大戦によって、町は破壊を被るが、戦後いち早く復興して、 活況を取り戻した。1955年発行の全国女性外ガイドには福原に431人の将棋が所属していたこと、各地の赤線地帯の中でも衛生状態が悪いことが述べられている。1958年に売春防止法が施行された後、ここ、福原の遊郭はすべて廃業し、トルコビロが並ぶ地区へと変化する。 トルコ共和国の抗議によってトルコブロの名称がソープランドに改められた後の福原はソープランドピンクサロンなどの施設が密集する地区となっている。1987年に福原のソープ場の中からエイズの感染者が現れたとの噂が流れた。噂のため福原のソープランドへの客足は一時的に遠のいた地区に多く並ぶ風俗店に混じり民家や寺が点在している。 地区内のソープランドの価格帯は幅広いが、価格の安い大衆店に客が集まる傾向があり、サービスに従事する女性の年齢は他のソープ街に比べて若い。また、特殊浴場協会の役員には、徳之島出身者が多い。昭和30年代末から昭和40年代にかけて、福原では浮世風呂と呼ばれる独自の風俗店が営業していた。浮世風呂の建物は、 かつての赤線時代のものを改築して再使用されたが多く、畳敷き小さい風呂付けの部屋でサービスが行われていた。トルコ風呂と異なり、浮世風呂は風俗営業の認可を受けていなかったためにたびたび取り締まりの対象となった。やがて本格的なソープランドが福原に広まり、非合法かつ古めかしい浮世風呂は淘汰されていった。 町を南北に走る桜筋の北辺に、琴平宮の神戸文社が置かれている。1882年に遊郭の繁栄を祈願し、かつて妙見堂があった場所に琴平宮が建立された。神社には潜水艦の写真が多く奉納されており、港側には神社の名前に由来する琴平橋がかかっていた。ありがとうございます。